スリナム代表のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ベネツヤ FC 所属。ハプスはユトレヒトのズワロワンブールハイトでフットボールを始め、数ヶ月でフェーエーノオルトとアヤックスのスカウトの目に止まった。両クラブのトレーニングに参加し、ハプス自身はフェーエーノオルトに気持ちがあったが、彼らが僕の獲得を望まなかったとアヤックスのユースに加入した。しかし、 10歳で当時、アヤックスの育成責任者だったダニー・ブリントから次の年代にあげるには不十分と明言されてアヤックスを退団した。ハプスは後にこの時のブリントの言葉がキャリア全体でずっとやる気を与えてくれている。10歳でとても辛かったし、もうあんな経験はしたくないんだと語っている。ユトレヒトのアマチュアクラブエリンクックへ移り、その活躍が AG のスカウトの目に留まって、AG のユースに加入した。AG は当時 FW としてプレーしていた、ハプスを、左サイドバックの選手と判断した。ハプスはそれを受け入れずに1年間 AFC でプレー、したが、AG 戦で3得点を決める活躍を見せた後に、連れ戻しの求めに応じて再び AG に戻った。 FW として AG と契約に至ったが、トップチーム昇格時の監督ヘルトヤン・フェルベイクの判断により、左サイドバックにコンバートされる。ハプスは後に、左サイドバックでうまくプレーできるのはすぐに分かったし、最初からとても楽しんでやれた。振り返ってみれば、フェルベイクに感謝していると語っている。2013年9月28日。 エールディビジ PSV 戦で後半開始直後に、ドニー・ホルテルとの交代で途中出場し、プロデビューを果たした。12月12日には、ポック戦で UEFA ヨーロッパリーグデビューをしたが、ウィンターストップにシモン・ポール戦が戻ってきたことを受け、出場機会が多く見込めるゴーアヘッド・イーグルスにレンタル移籍した。ゴーアヘッドで、エールディビジ10試合に出場している。 2015から16シーズンから AG でチームの主力となったハプスは2016年1月に AG との契約を2019年まで延長。2016から17シーズン前半には大きな成長を見せ圧倒的なスピードと強靭なフィジカルを生かした推進力を武器に活躍した。AG の監督ジョン・ファン・デンブロムは2016年11月に オランダ代表に選ばれる資格があるとコメントし、ヨハンデ・デルクセンはオランダ最高の左サイドバックと絶賛したが、シーズン後半は調子を落とした。2017年7月18日、テレンス・コンゴロの移籍を受けて、左サイドバックを探していたフェーノールトのオファーを受けて移籍し、5年契約を結んだ。移籍金はフェーノールトの当時クラブ史上2番目の最高額となる。 約600万ユーロと報じられた。2021年9月1日、ベネツィア FCA 籍。2021年6月4日、バミューダ諸島代表戦でスリノム代表として初出場を果たした。ありがとうございます。